どうも、全国のイータニファンの皆さん、はい、こんにちは、ミヤノです。ドスコイ、ドスコイ、はい。おいおいおい。バカの、バカの。あるの？あるんや。今回の企画、うん、芸名を解明しよう、やっとよ。ね、結構前に、うん、イータニ君のね、一人暮らしの家に行った時に、今ね、日本博覧会という、芸名で活動されてるんですけど、それをね、解明したいと、いうことで、視聴者さんにいろんなね、いただいたんですよ、案を。結構来たよね。結構来た。で、それを今日決めて解明いたします。なんですが、うん、ちょっとその前に、初登場の方がいるので、ちょっと。誰や？誰？気持ちの悪い、急に。急に。金髪女が来ましたけど。金髪のね、飯谷くんの相方の、聖火ちゃんです。ああ、ね、聖火ちゃん。聖火ちゃんという、まあ養成所一緒やったんやな。そうです。そう。ほんで、まあ僕、ここは一緒に組んでて、聖火ちゃん、聖火ちゃんで、コンビを組んでたんですよ。うん、で、まあ同じぐらいで解散したから、うん、ここは組んだということなんですけど、組んでどんぐらい自分ら。どれぐらい、何つぐらいからか、半年半年ぐらいから行ってないんちゃう？半年行ってないぐらい。行ってないで、まあね、数々の賞レースに出て。あ、出てない。あ、出たけど、爆落ち。一回戦爆落ち込む。一回戦爆落ち込む。昨日のライブもネタ飛ばしの、ネタ飛ばしの二人やん。あ、すりつけ合ってたよ。こんなね、賞レース落ちるのは、こんな仲悪いのは、芸名のせいなんじゃないか。はい、うん。このね、日本博覧会を解明しようと。ただ、そう、博覧会は残したい。まあ別にもうどっちでもいいけどな。もう今となっては。まあまあでもいいのもいっぱいもらってるから。そうやね。だから皆さんのコメント欄から、うん、決めようじゃないかということで、うん、もう決めていきましょう。いやでも応募してからこれまでに、うん、ちょっと、俺はいいなと思ってるのがあって。はいはいはい。コメント欄。うん。いや、うん、俺の。あ、お前の、うん、ああ、なるほど。え、何それは？グラタンズがいいな、俺は。じゃあ、何やねん。何やグラタンズ。グラタン食いたいな。何を言ってんの？絶対嫌。絶対嫌。あ、嫌だね。絶対嫌って言ってずっと。ドリアズは？ドリアンズ。ドリアンズは嫌だ。コンボあるかないかや。まあ、いろいろいただいてますから、うん、ここからね、選んでいきます。ウニー！まあ、後で言うけど、俺はこれが一番やなっていうのはあった。あ、そうなの？うん、もうさ、うん、ダメよ、これ。なんでこの2人で組んでやってほしいわとかさ2人の漫才が見たいですとかすごい気持ちで見てたからよ2人の会話すごくいいって聞かせてよ。まあじゃあ一個一個言っていきますよ、うん、まず夢見る博覧会いいですねこれ素敵な名前ですよ。いいですね、うん、確かに、うん、悪くはない悪くはないね。まあいろいろどんどん言っていきますから。ふわふわ博覧会。うわ。え？うわとか。考えてくれてるんだから。いや。だからこのふわふわは、こうトークで、うん、パン屋さんっていうのが、ね、あ、なるほど、そっからってのってたな。そっからね、ふわふわ博覧会が。うん、イータニやん、それは。イータニの要素じゃないんだ。俺もやねんから、別に。俺の要素がだってええやん、別に。もう一個。うん。繰り上げ博覧会でええやん。なんでその由来はどこなん繰り上げの。わからないです。ただ、もう、うん、早速投げやりになってる。繰り上げ博覧会でええやん。ええやんなんか、真剣になってるじゃん。そう、それで活動していくやから、ええやんとかいう気持ちのやつはもう、ま、なし。帰れ。綺麗気味やん、ね、夢見心地な博覧会。夢多いな。多いですね。まあ、夢の話だし。ああ、なるほどね。うん。心地なとかすごい好きやね。夢見心地な博覧会。仲良し博覧会。うわ、きつい。男女コンビでいけど、仲良し博覧会。きつすぎるやろ。絶対売れ。ロケット博覧会。ケロット博覧会。あの、ケロット博覧会。ケロットは悪くはないね。悪くないね。暫定トップ3にはいるんじゃないですか。焼きたて博覧会。パン博覧会。笑う博覧会。笑顔の博覧会。いいですね。すごいですよ。優しいな、このもの。このもの。ただ、芸風がめちゃくちゃディスる芸風。そんなことないわ、別に。政治漫才やったことないやろ別に。居候博覧会これにしよう。なんでやねん、お前居候してたからや。聖火ちゃんもな一瞬住んでたもんね。そうこいつもね一瞬なんか俺の家で転がり込んできて
お前らちょうどええやん、偽物を博覧会。そのマジ、宮野ありきやって。経緯ないとわからんから。経緯ないとわからん。パン屋さん、かわいい博覧会。なんで全部くっつけたスマイル博覧会。要はこういう、なんか、優しいな、優しいのが多いですね。アトミックスター博覧会。バチカン博覧会。ドグサレアイドル博覧会。コンティオ博覧会。どっから来てんの？インフィティ博覧会。もうあったやん、その関連人。NAN 博覧会。すごい個性的やね。お雑煮博覧会。これいいけど。いいや。何でも博覧会。ちょろっと博覧会。ちょろ博。いや、なんか雑魚そうやな。略され方も。どすこい博覧会。おい！かけるぞ。決まりやろ。どすこい博覧会。え？言いたにおすしかないやってたよ、ね、自然とやったもんまさかなそうめん博覧会晴れ時々博覧会あめちゃくちゃいいやんあそうなんいやだってなんか宮野もなぁネーミングセンスないねんしないなんかアルフォンスの前にもさなんかほんま暴走族みたいな名前つけんじゃんなんとかドラゴンとか言ってなかった。まあ、ちなみにやけど、養成所入りたてん時、うんうん、まあ何回かコンビ組んで、うん、イータニの前にね、うん、組んでたやつは、タラレバダンス。うわぁ!2 シーズン。うわぁちょっと待って、やばい。これやろあの、新人方がええねん。こいつの感覚。トロピカル博覧会。グッと博覧会。え、なんでグッと博覧会。イータニ君。ああ、いいね。ウィズイータニ君。オンマークついてる。タバスコ博覧会。なんでだイータニさんも、イータニ星、イータニで変えましょう。ダイヤモンド愉快みたいに。なんで俺って。あと、その、名字と名前で区切んねん。なんか名字の間に星やん。ズバッと博覧会。あ、まあ、言いやすそうやな。言いやすいのやな。博覧会。ぽよぽよか、かわいいな。黒潮博覧会。実際にあった博覧会です。あかんやん。わかんない。バラの壁紙博覧会。小麦粉博覧会。アイドル博覧会。アイドル多いな。消しゴム博覧会。毎日博覧会。あ、あるかないぞ。噂の博覧会。卵白博覧会。あ夢見る博覧会。あ、なんか解けなかったっけ？ときめき博覧会。夢見る多い。インドア博覧会。新生博覧会。あ、逆に、〇〇博覧会。ああ、いいやん、〇〇博覧会。〇〇博覧会。煩悩博覧会。あ、悪かないぞ。おお。あ、でもエントリーするときに煩悩って書きづらいからなしやな。いや、練習せえや。できるやん。いや、書きづらいわ。煩悩博覧会普通マジでいいかも。キラキラ博覧会。パピプペ博覧会。ヘコチク博覧会。ヘコチク。イワシの博覧会。なんでやろ嘘つき博覧会。天丼博覧会。ああ、いいやん。花丸博覧会。ピエトロ博覧会。これ絶対俺の動画で出てきたドレッシングの名前。アパパネ博覧会。イ・ソーロー博覧会。韓国人みたいな。うおー、寿司寿司好きな人の声で。寿司好きな人。うわ、寿司できた寿司できたって上等博覧会。チャレンジ博覧会。フォーシーズンズ博覧会。オタク博覧会。コタケム博覧会。花柄博覧会。花柄ね。すごいね。カイワレ博覧会。うわ、そうやな。え博覧会。ないやろ、絶対そんな。その、コンビ名に、クエスチョン使わへん。ブラジル博覧会。なんでやねん。寿司博覧会場。大きいホールの。まあ、博覧会残すとは言うたけど。ええなぁ。後ろにつけるとは。博覧会場。いいですね。サスティナ博覧会。ネギベコ博覧会。ネギベコ？ネギベコっていう食べ物があるみたいですね。ロミーナ博覧会。スッポン博覧会。あ、これ俺が一番いいと思ったよ。このコメントで。何？昨日の博覧会。どうですか？俺これ、僕の中でですよ。昨日の博覧会はね、かなりベストに近い。一番いいなと思った。安眠博覧会。アペトペ博覧会。方言みたいですね。仙台弁で辻褄が合わないこと。仙台出身がおらんだろ。あ、これもいいと思った。ポン酢博覧会。めっちゃいいやん。あ、違う。ポン酢博覧会って俺が動画で言ったやつや。
あ、俺その時俺ええやん言うてるわ。お前タンパク質博覧会、バンバン博覧会、ベーカリー博覧会、博覧会ただローマ字にするってないやん。イカサマ博覧会、いや印象悪いやろ。高島屋の博覧会そんなんないやろ。バカこいつ、バカな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 こいつ、バカすぎるって通るはずないやろ。僕もいいです、こんなの通るはずないやろ。高島屋の博覧会白黒博覧会、めっちゃ出してくれてるこの人。タチウオ博覧会、人生博覧会、コロボックル博覧会、ピーポー踊り博覧会、ピンポンパン博覧会、どうでしょうか。どうでしょうか。いや、つつましくていいな、これ。タチウオいいや、タチウオ。ラザニア博覧会。めっちゃいいやん。じゃあお前だけや。一緒やん。めっちゃいいやん。グラタンで一緒やん。ヘキレキ博覧会、メキメキ博覧会、ヒラメキ博覧会、新鮮博覧会。いいですよね。これ、擬音っぽいというか、そういうのもいいと思います。ストレス博覧会、ビジネス博覧会、ウイルス博覧会。嫌やな。ぷよぷよ博覧会、ぷよぷよしてそうだから、お腹とかが。ベラボー博覧会、わやわや博覧会、洋梨博覧会、何これ博覧会、里芋博覧会。出してくれんの？うにー！これが、まあ、候補です。なるほど。はい。なるほどね。まあ、ありましたか、何個か。いいの。ダントツであるけどな。何？ラザニア。ラザニアやん。グラザンと一緒やん。ラザニアでいいわ、もう博覧会。なんかゼガちゃんあるじゃあ、1位。え、煩悩博覧会。わあ。画数とかもさ、こだわりたいからやっぱ。あ、そうや。画数、そうや、お前占いとかめっちゃ好きなんや。ちょ、入れてみてよ。どれやっけ。じゃあ、煩悩は？あ、煩悩。煩悩博覧会。煩悩ええんちゃう。ほら、2。うわ、2位やかんや、3やん。マックスなんだ。マックスさん。あ、マックスさん。いや、2ぐらいじゃ嫌や。晴れ、時々博覧会。気に入ってた。これが結構好きやったやつ。おぉ、何マックス。おぉ、いいね。この決め方でええんか。どうしますか、じゃあ、コンビ名。私はもう占い、忠実に生きていきたいから。成果はじゃあ。晴れ、時々かも煩悩で。イタリ君は。グラタンズやな。不戦勝になる。成果。まあ、なんでもええよ、俺。おい。マジで？グラタンズじゃなく、グラタンズがもうなくなるんやったら。じゃあ、どうしますか、成果ちゃん。ほんなら、煩悩博覧会。え、煩悩博覧会。占いは？2なんで。2なんで。なるほど。煩悩やったんや。煩悩の方がいいと。ちょっと煩悩にまみれてるから、うん、なるほどね。確かにね。というわけで、このイータリー君、聖火ちゃん。あと、え、星も入れようかな、イータリーの間にな。あ、ほんまや。いい星谷。決定でございます。達成。というわけで、今日から、日本博覧会改めまして煩悩博覧会です。誰が改めたんだ。もうあのあれな、ツイッターとかそういうのもいい方法。いや絶対やん。そりゃそうやんか。なんでやねん。だってお前もうそういう芸名やねんから。これが出るときにはね、概要欄に飯谷くんのツイッター、インスタグラム貼っときますんで、あのいい星谷に変わってますんでね、ぜひ見てください。はい、煩悩博覧会これからね頑張っていきますんで。あ、俺もトリオみたいなとは言わない。今の言い方トリオですよ。危ない危ない。ヘタリ、これから頑張っていくと思うんでね。ツイッターでね、あの、お笑い芸人ってよく告知するんで、よかったら興味ある方見てみてください。フォローしてね。じゃあ、煩悩博覧会です。ありがとうございました。ご視聴、おぎに。チャンネル登録、高評価、右手でお願いいたします。